皆さんこんにちは。こんにちは。こんにちは。ゆずです。ゆずです。はい、今日はですね、皆さんにね、こんなものをね、うん、お見せしたく、ここにやってきましたが、はい、じゃん。僕死ねるの一回。まずこちら、去年の日本武道館で発売されました、キュートのね、ペンライトなんですよ。はい、キュートライト。2000円。はい、ですが、はい、多くの方にご購入いただきまして、見事完売しました。ありがとうございます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 。完売して買えなかったよって方、本当にすいません。Sorry、ね、ということで今回は、はい、そういう方のためにも、うん、新作のペンライトを作りました。イエーイ。ちょっとやって、ちょっとやって。じゃあここから出すね、うん、名付けて、まず名付けて。せーの、キュートライトデラックス。イズライチャンチャカチャンチャチャン。かわいい。かわいいです。これでデザインこんな感じ。そうですね、モンスターの羽が生えてる。あれ結構こだわったよね。赤。そう、こだわったの。こだわりました。青。じゃあこだわったポイント教えてあげて。ですか。あ、そうだ。まいちゃんがあのその羽にこだわってましたよ。こだわってましたね。そう、そうです。最初なんだったんだっけ。そこ最初これ天使でした。めっちゃ天使だね。だけど、だけど、ね、モンスターだから、そうだね、ちょっと強めの羽にしたんだよな。そうそう、なんかさ、今ハローみんな結構こういうライトを、作り始めてますけど、はいはい、これハートいなかったと思いました。いなかった。そうでいなかった。やっぱ最先端行こうよ、キュートみたいな。だから最先端だよ。最先端。最先端。最先端。聞き逃してあげて。今最先端です。真ん中じゃない、最先端。最先端。最先端。最先端を。メキャンをね。目指そうと思いまして、はい、ハート形、ハートの形にしてみました。マギちゃんしっかり、はい、麻婆豆腐食べたい。麻婆豆腐食べたいね。しかも、ね、とっても可愛くない。とっても、あ、とってもってそういうとってじゃないよ。え、知ってるけど、とってもとってね。あ、とってってことね。ここに赤いインカっぽいやつね。デザインが入ってます。はい、でも前回よりも光るってところがちょっとね。そうね、色ちょっと濃くしたところ。そうなの、そう、濃くなりました。暗いなのでぜひって感じ。あとまいちゃん、あれもあんじゃん、黒くなったら、ね、新機能。そう、新機能どこでやんだろう。これもあんだ。ちなみにこれ黄色の次はこうなってます。なんかランダムに光るの。光るらしい。しかもあんじゃん、もう一個あるんだよ。ほら、スイッチこっち側から押してみ。こっち側からスイッチがね、これお尻についてるんですね。年齢の逆順で光るっていう、すごい歌割りに対応しやすい作り。いなんか、はい、優しい。優しい。これをね、いっぱい振ってほしいですね。うん、はい、ほしい。はい、ということでね、はい、ぜひぜひ皆さんね、これをゲットして、はい、キュートのライブに参加してください。よろしくお願いします。以上、キュートでした。バイバイ。あったあった。やっぱ持ってるから飛んでっちゃった。